チャンネル登録してね。お願いします。すずねです。本日はすずねの天下一品サードシーズン第12回目の収録ということで、愛知県にございますメガコンコルド1111ブレイズさんにやってまいりました。まあご覧の通り本日はね、イライラしいバニーガールでございます。結構ハイレグこのバニーなんですけどね、あの先グッとしていただいたらセクシーコスプレを披露ということで、コスプレこちらでございます。ハニマも見えるかな、ね、久しぶりのコスプレです。もう恥ずかしい、もうめちゃくちゃ恥ずかしいです。これで実践かと思うとちょっとね、今日先がもやられるな。すずねの天下一品サードシーズンなんですが、2017年の年末までに100万枚のレシートを集めろという企画でございます。ただいまですね、第12回を迎えまして約5万6000枚ぐらいかな集まっている状態でございます。昨日第11回の収録だったんですけど、もうハーデスでコテンパンにされてね、ご覧いただいた方は分かるかなとは思うんですけども、かなりひどい巻き方をしてしまったんですよ。じゃあもう名誉がダメならこっちの神に行くしかないじゃないということで、今日はね1回戦を朝一抑えてまいりました。なので今日は1回戦でゴッと引いてがっつりね何枚ぐらいサクッと出してバニーでね持って帰ろうと思います。それでは行きます。すずねのネイチピョン。はい、それでは本日はミリオンこと神々の合戦で万枚目指して頑張ります。昨日ですね、第11回目の収録でハーデスを打ちまして、最終結果がですね、まあ、68分マイナスかな、結構いかれましたね。天井手前のヘルゾーン犬、ああいうのがあると本当にね辛い。外戦は結構 G ストップと SGG がすごい得意だなって自分で思ってるので、勝手に G ストップとかもやりつつ、ナナも揃えつつ、まあ、ゴッドもやりつつ一撃を伸ばします。こちらメガコンコールド1111ブレイズさんなんですが、朝一並びが約120名ほどいらっしゃいまして、絆と番長3がすぐ埋まっておりました。そして愛知県ということで、まあ、お薬系ですね、花系も結構お客様行かれてましたね。あと外線が40台あるんですけど、外線ももう9割稼働ですね。今ゴッドがね朝一回るお店、しかも台数もあってが朝一回るお店って、まあ珍しいと思うんで、普段から結構強いんですかね。はい、昨日の前日ゲーム数と最終ゲーム数ですねと合わせてもう超えたので、末ではなさそうですね。店は確定、問題はここからや。960ゲームです。あと40ゲーム耐えて、ことなきを得そう。とりあえず天井には無事にたどり着けそうですね。あと10ゲームぐらいです。3ゲーム、99、さあ1000ゲームです。来ましたね。はい、はい、というわけで天井無事にたどり着きました。1020ゲーム投資は42杯、80%ループ頼むで。いるのかい、いないのかい、いてくれんのかい。さあ行きましょう。長かった。まあね、こんなもんは 2V1 なんでやるでしょう。80%ループ、80%ループもね取ってると思うんですけど、さらにここで上乗せもしつつ、まあね8000枚予定なんで、まあ、8000枚は言い過ぎかな、まあまあ、まあ、5000枚ぐらいはね。前回もね言ったんですけども、
会社から100万任せてねボーナスが出ることになったんですよ、まあ、なんでね100万枚に向かって、まあ、皆さんのお力ももちろん今借りてる状態なんですけど自力でもなんとかね大きい枚数を獲得したいんですよ、まあ、ないんでね今日は5000枚ぐらいは余裕で持って帰る予定でございます。いけるかな、まあ、まあまあ80パループはねあると思うんで、ただ今んとこちょっとまだ、まあ、見えてないというかね分からない状況ではございます。はい、というわけで262枚で終了、まああると思います。運命の地蔵プリとかしちゃってもいいんだよ。そいまあ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 、まあ、この後ですね、この後まだ大丈夫。さあ25ゲームやばいぞ、ちょっと胃が痛くなってくるわ。これなさそう、マジ。はい、そういうことじゃないよ今は。それはさ、ネスはループネスは、凱旋やめよう。大丈夫かな今日、せっかくこんなコスプレまでしたのに。 あまり神様はね、バニーガールはお好きじゃないんでしょうね。来ちゃったはい、今日もハーデス来ちゃったただいまですね、持ちメダル凱旋の分200枚ちょっとを持ちまして562ゲーム、本日初当たり5回のハーデスにやってきました。見た感じそんなに初当たりが重そうな感じではないので、早めのね初当たり狙っていきたいと思います。この200枚プラス、あともうゆきち様お二人しかいらっしゃらないので確定役引きましょう、お願いします。なんか早速引いたよ、1ゲーム目から中断期だな、これはいける気がする。やっぱハーデスなのかな。ちょっと怖いのはやっぱあるんだけどね、昨日のあれがあるから、でも大丈夫、冥王に愛されし女、冥王の愛人、それが私ズネです。どうしよう、どうしよう、877ゲームでしょ、昨日と同じ感じになってる。リベンジしましょう、リベンジ天井です。今日凱旋でも天井いけてるんで、あと700ゲームぐらい回せばねいけるんで、ダディに会えるんで、ただお金貸してください。あと14杯しかないです。よくツイッターとかで上がってるよね、なんか引いた、よし上がった、これ天国あるよ、来たー、うまいうまいうまい、いけるいける、今のチャンスで天国にあげましたね。うわー
僕やいるね。美しかったですね V75、まあ、V7V どっちかが揃ってくれたら最高。あ、行ったかな。もう一丁。おっと、あーした。いやまだ分かんない、まだ分かんない。この辺でまだ何か弾ければなんとかなる。お、948ゲーム、投資がですね、もう気づいたら50杯いってましたね。いやとりあえずようやく当たり負けてよかったなとこなんですけど、今日まあ凱旋でもね天井単発で本当に見せ場が今のところないんで、まあ、ペルセポネ以上犬でもねすごい犬、超大型犬やってやろうと思うんで見せてくださいよ。山本の腕を抜けます。頼むよダディ、ダディカモン。今呼んでる、呼び寄せてるから待ってね。ハーデスが来るイメージ、ハーデスが来るイメージ、よし。まあハーデスの皮をかぶった犬なんでしょうね。いけます、装飾のみなし。うん、嘘やろ、お前そんなもんやないはずや。犬ばっかりですよね、ハーデスだって。さあ行きます。まずい、このままだと昨日の二の舞になってしまう。はい、というわけで180枚終了。まあもしかしたらループにあるかもしれないんで気を取り直します。隣がサクッと来てサクッと当ててサクッとペルセポネで150乗せてった。山本は謎のヘルゾーンを永遠と50ゲームぐらいこなして犬で50で終わったのに、ずっちいな、ずっちいな。織田裕二、その姿を見て辛いの、好きなのよ あなたが。思いが通じてるんですかね。むちょ言ってるか、思い通じたんだ今。何も言ってない。何も言ってない。139ゲーム投資52敗、思いが通じたというか、まあ、謎当たり。そういきましょう。今度こそ、今度こそ頼むよ。犬50ダメ、犬50ダメ絶対、ダメ絶対。気持ちで負けないよ。よし、もうすごい乗せりゃいい。すごい、私ドッグブリーダー、トップドッグブリーダーですよ。さあ行こう、大丈夫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 、続いて超えてきて。 やばくね、取れなかなくね。
いや、まあまあ、まあ、なんか昨日の挙動に似てんな、これ。まあ、とりあえず乗せましょう。上乗せさっきできなかったんでね。上乗せをいたしましょう。50ゲームジャッジメント頼む、ついてきて。弱いな。まあでもとりあえず50ゲームの上乗せは大きいです。ようやくなんかできた。駆け抜けじゃなくて本当に良かった。まあ60ゲームぐらいあったらね、なんかもう一回上乗せできると思うんで、いや上乗せしたいんで謙虚に行きます。もう私できるよ的なやつやめる。もうというわけで259万円の獲得で終了。ちょっと順序悪くない？まあ、もしかしたらねループがあることを祈って行きましょう。やばいっすね今日。おとといの来店合わせてずっと負けてるんですよ。で、今170杯マイナスですね。で、明日もうまたね負けたらね逆万枚だよ。この4日で逆万枚。何しに私遠征してるのか分かんないよね。こんな学校までわざわざしてさ、判決出してさ、愛知でスロット打ってさ、また負けたの。明日はもう取り返す。万枚出すからね。万枚出すの取り返せるからね。明日に向けて今日は徳島移動があるんで、もう時間あんまりないんですよ。なんで最後にねノーマルでサクッと1000枚ぐらい出してちょっとでまくってね帰ろうと思います。気持ちよデヴィ夫人で。あーだ、ちょっとこれちょっといかがなものか。はい、じゃあそれではね気を取り直して1000枚ぐらいサクッと出ちゃうでしょう。ドリームハナハナです。ただいまビッグが1回でゲーム数253ゲーム、運命の53杯目です。さあ行きましょう。30杯差あるの久しぶりですね。無敵 TV に出始めた時まだスロット全然打ってなくて、スロットのことも分からず、まあ、今もね全然分かんないと今も全然なんですけど、あ、早い。今スイカから来ましたね、うん、ビッグ259ゲーム、まあ、今回したの多分5回ぐらいしか回してないんじゃないかな。やったー、今日一度見せ場まあねスロット分かんない、目押しもあんまできないから、やっぱりもうノーマルしか打てなかったんですよね当時。さあというわけで1回目のビッグ終了です。まあでもねここから離れんあるんで、ここに来て私の引きが光ってる、来たよね。なんか恥ずかしい、朝9時の自分にちょっと戻りたいもんね。なんだか今日いけそうな気がするって言ってたよ凱旋しながら。私スイカ取りこぼした、スイカ外れ目からビッグ、イエーイ、いい例だね。122ゲームです。持ちコインで当選。よかったよかった、今目押し早かったでしょ。へーへーへー、もうあの頃とは違うよ。
まあ、これでコインがとりあえず持って帰れそうなんで良かったです。もう明日に向けてやってますもん。とりあえず明日の軍資金、もうね明日に切り替えないといけないっていうところがやっぱ大きいんで、ちょっとでも交換して帰りたいです。明日につなげたい。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。本日ですね、朝一凱旋打ちまして、オハテン 80% ループ取れず、まあ、そこからね流れがどんどんこうなっていって、ハーデスの方も謎当たりっぽいのとかがねあったりとかして、おってなりましたけどダメでしたね。でも最終的にドリームハナハナで少しだけメダルを交換してきました。投資53杯、回収こちら557枚です。こんな日もありますね。ちょっと3日で、3日じゃないですね、4日間で逆万枚今行かれそうになってるんで、ちょ明日こそはですね、この交換したメダル、交換したテンション、このままに明日徳島で収録頑張りたいと思っております。せっかくバニーなんでね、ちゃんと締めます。よしくよ、スズメの天一。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドもたくさん押してね。グッドが増えると何かいいことあるかも。ぜひよろしくお願いします。